日本軍制奴隷制問題解決のための正義、記憶連帯は日本の慰安婦問題解決のために活動する大韓民国の市民団体である旧庄韓国定身体問題対策協議会日本キリスト教団から提供されている平和誠実献金などを資金源に慰安婦に対する日本国政府の真の謝罪と誠意ある対応を求めており、 在韓日本大使館前での定期的なデモ活動の主催や慰安婦像設置運動などを行っている。また、ソウル特別市で常設博物館の戦争と女性の人権博物館を運営している大韓民国国家情報院は北朝鮮工作機関と連携し北朝鮮の利益を代弁する新北団体として監視している。元日本軍慰安婦の調査。 日韓両政府への意見表明。世界各国で日本軍慰安婦は強制動員された従軍慰安婦であるとして日本国政府に謝罪を要求する運動を行っている。本部はソウル市内西大門に近いところにある北朝鮮工作機関の傘下にある朝鮮日本軍政的奴隷及び強制連行被害者保障対策委員会と協力関係にあり、産経新聞はこの団体は 日韓両政府の慰安婦問題解決に向けた歩み寄りをたびたび妨害してきたとしている。毎日新聞記者でソウル支局長を務めたジャーナリストの沢田勝美は実著の中で一市民団体であるはずの停滞協が慰安婦問題解決の拒否権を持っているとしている。その根拠は2012年に日本国政府が大韓民国政府に提示した解決策に対して 受け入れ拒否を強く主張した大韓民国外交部東北アジア局長の長与明が拒否した理由を日本の国家責任を認めていない案を被害者と関連団体が受け入れるとは思えなかったと語っていることである。詳細は女子挺身隊朝鮮での挺身隊と慰安婦の混同及び千駄加工を参照団体名に挺身隊とあるがこれは 日本統治時代の慰安婦を指している。停心隊は日本や朝鮮半島や台湾など招集され主に内地の軍事工場で働く勤労奉仕団体のことを指すが、韓国においては現在も慰安婦を女子停心隊と混同することが多い。当時、朝鮮の慰安婦は支線業者が停心隊の名を仮慰安婦を集めるなどしたため、 挺身体として徴収されるとヤンフにさせられるというデマが流布していたほか、慰ンフの子は、後の韓国の米軍や韓国軍のヤンフと混同するため、日本軍ヤンフであることを強調するためでもあった。詳細は、慰ンフ英語圏での故障を、参照英語の名称は、ザコリアンカウンシル・フォーザ・ウィメン・ダラフ・トット・フォーミリタリー、セクシュアル・スレイブリー・バイ・ジャパンとなっており、日本語に翻訳すれせば、 日本によって、軍の制度例に徴用された女性のための、韓国協議会と、徴用されたという語を使っている。このため、日本が、慰安婦を徴用したとの誤解を生んでおり、例えば AFP 通信社の発信するニュースでも、アップツー200、00A Women From Korea, China, The Philippines and Elsewhere were for Sabrina Raftot, into Brussels Catering to the Japanese Military Inn. テリトリスオキュパイドバイジャパンデューリング WW2 アコーディングツーメニーメインストリームヒストリアンズと徴兵されたと世界に報道されているソウルの在韓日本大使館前の歩道に設置された慰安婦像詳細は慰安婦像を参照庁プロジェクトは韓国停震台問題対策協議会と韓国ゴブルニズが2012年に始めた元慰安婦とされる金服堂とともに イアンフゾウを混流しようという活動、金服堂の映像と共に活動潜在が作成されたり、コブルニズでは漫画を用いての活動の趣旨を広める、運動も行っている。このプロジェクトとしてのイアンフゾウ混流の最初の目的地はシンガポールになる予定であるとし、関係者は2013年3月中に場所を確定し混流するようシンガポール当局と協議中としている発表していた。 しかしシンガポールは1月30日に、この慰安婦像の設置を認めないと発表。シンガポール文化省によると、この韓国人団体とシンガポール政府との間で行われている話し合いはないとし、また設置を認めることもないだろうと説明した。定大教と常任代表のイン・ミカは、韓国公安当局の監視対象になっているものの、2016年3月末時点で、 具体的な法令違反による立件を受けてはいない。だが、その関係者の中には、新北的行為が国家保安法違反に問われ、有罪となった者も,もいる。インミカ代表の夫である金光石氏とその妹金銀衆は、日本で北朝鮮の工作員と接触した容疑で1993年にスパイとして逮捕され、国家保安法違反で有罪が確定した。また、 近隣州の夫である蔡議院は民主労働党事務副総長や統合新法党政策企画室長を務めたが2006年に一審会事件が発生した際に国家保安法違反で逮捕され起訴内容の一部で有罪の判決を受けている2016年1月18日、帝大京は韓国の安全保障関連 NGO ブルーユニオンによって国家保安法違反の権威で 韓国検察に告発された。ブルーユニオンは、告発理由として、停大峡はヨーロッパにおける慰安婦問題の啓発を目的に、ソウル市から公益事業費として2000万ウォンを支給されたが、その一部を当局から利的団体の構成容疑を受けているコリア連帯の支援に回したため、国家保安法第5条に違反した疑いがあるため、としている。ありがとうございます。